さあ、Jリーグジャッジリプレイスタートです。今回も SNS で話題となったシーンを取り上げて議論していきます。ジャッジ解説は元国際審判員の家本政明さんです。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、そして今回のゲスト、牧野智明さんと安田道博さんです。お二人よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんだかこのお二人に来ていただくと、家本さん、番組のカラーがちょっと変わりそうな感じがしますけれども、もう朝からうるさかっためっちゃ元気。この番組では意外にも初共演なんですね。あ、そう、初ですね。はい、はい、別々には出ていただいてます。そうですよね、はい、結構でもいろんなところで一緒のお仕事されてると思いますけど、うん、どうですか。まあやりやすいよね。全然やりやすい、うん、アウの呼吸で。まあなんかでもね、とんでもないこと言うから怖いのよ、マジで。いや、なんかそのボーダーラインが一番面白いじゃないですか。ね、ここもね、ボーダーラインどっちかっていうね、判定を見るところから、はい、今日もボーダーラインぶっ込んでいきます、ね、でもお互いそういうね、隠し玉持ってるでしょうから、はい、片方出すと両方出しちゃうかもしれないんで。あ、確かに自分に返ってくる可能性ありますね。そうだよ、気をつけてね。さて、先週 AFC チャンピオンズリーグがついに開幕しました。で、今大会から、秋春制に変わりまして、それからグループステージからもう VAR 全試合導入されることになりました。まあ、いろいろ変更点があるんですけど、牧野さんは武漢と浦和のゲーム解説されてましたが、はいはい、うん、どうですか、試合内容とか判定とか何か印象に残りましたか。まあ、この数年コロナで中立国でやってたので、こうやっとこうアウェーとかホームとか移動とかっていう中でのそういう醍醐味っていうのがここにやっぱり凝縮されてたのが、選手たちにとってすごくなんかこう発達としてたなっていう印象がありました。牧野さんは、はい、まあ、シーズン中いろんな遠いところにも行かなきゃいけないから大変だと思うんですけど、はい、うん、どうですか、行ったことない国に行くこととかもあったりすると楽しかったですか。はい、楽しいですよ。やっぱ行ってトラブルがつきもんですから、はい、グランドも行ったけども使えなかった、バスの運転手来なかった、まあ、それがやっぱり ACL の面白さでもあるので、はい、まあ、そういう意味ではそういうのが返ってきたなっていうのはありますし、判定もやっぱりすごくね、良かったですよ。はい、J リーグとはまた違う感覚だったりで、うん、カードが出るファールの基準があるっていう意味では、なんかこう見てて、あ、戻ってきたなっていう印象ありましたね。はいはい、まあ、東地区のグループステージは西地区の主審、まあ、審判団が基本的に、うん、ジャッジをすると思いますけれども、はい、家本さん、やっぱり西地区の審判のこうスタイルとか、うん、そういうところに適応していくことも当然求められますもんね。大事ですね。本来は一生がいいんですが、やっぱり国の文化とか、うん、フットボールに対する考え方ですか、うん、マネジメントのスタイルっていうのはやっぱ違うので、そこにうまくやっぱり受け入れていく選手チームが、うん、その方が勝利がより近づくのかなっていうふうには思いますけどね。うん、で、これからますます楽しみな ACL ですけれども、うん、今シーズン、まあ、ダゾンでは J リーグから出場する4チームの、スター選手が集結した、まあ、西地区の注目チームも試合配信するんですけど、安田さん、はい、サウジに今スターがこぞって大集結していて、いや、そうですね、そういうチームといずれやるかもしれないと思うとちょっとワクワクしてますね。いや、ワクワクしてますし、今までってこう中国とか中東のチームにある程度キャリアの終盤の選手が行ってたけど、はいはい、今もうちょっとヨーロッパのトップレベルの選手が行くから、うん、それでアジアのレベルが上がって、まあ、チャンピオンズリーグヨーロッパは注目されてますけど、うん、こうアジアに目が向けられるっていうのは、うん、まあ、日本のこれからの成長とかも含めてめちゃくちゃいいことやなと思いますね。まあ、あの結構若いスター選手も、はい、ものすごい年俸で、うん、行ってしまったりすることが、うん、ちょっと議論になっていたりもするんですけど、うんうん、例えば前世紀もうバリバリ若い頃の安田さん、うんうん、オファーすごい金額できたら行ってましたか。秒で行きます秒なのね。いや、秒で行きますよ、はいはい、そんなのだってもう他の国とかリーグじゃ考えられないぐらいのお金、はい、考えられないですじゃないですか、はい、そこでまあだって2年とか3年やったら、はい、その後稼げる額、うん、全部稼げちゃいますからね。マキノさん秒ですか。僕は実際にあの話来たので、はい、ハリル・ホジッチに別室に呼ばれまして、はいはい、ハリルが一緒にやってた監督とのチームから話が来て、はい、どうするんだって言われたから、はい、いや迷ってますって話をしたら、はい、行くならいいけど、はい、行ったんだったら青いユニフォームは着れなくなると思えって言われました。で、やめたんですか。やめました。え、どういうこと。え、なんでな。いや、ハリルの中でやっぱサウジアラビアリーグっていうのは、まあ、日本とはちょっとこう、うん、その時の感覚的にはちょっと劣るとか、まあ、ね、うん、今はね、上がってきてるけど、うん、なるほどね。そんなん言っていいの代表監督
まあ、走りは特殊かもしれないね。もうちょっとオープニングから30分くらいいっちゃいそうなんで、そろそろ始めましょうか。はい、というわけで、皆さん今日もよろしくお願いします。お願いします。今回取り上げるシーンはこちらです。週末に行われた J1 のゲームの中から合わせて3つの事象を選出しています。ではこちらのシーンから見ていきましょう。明治安田生命 J1 リーグ第28節、ガンバ大阪対浦和レッズ、49分のシーンです。浦和のゴールキックの場面です。西川のフィードを前線でホセカンテと安井が競りますが、キープできず、黒川がボールを持って前を向いたところでホセカンテが後ろからファウル。するとこれをきっかけに両チームの選手がエキサイト、ピッチ上で選手たちが入り乱れての小競り合いとなります。リプレイで見るとホセカンテは黒川のユニフォームを強引に引っ張って倒しており、この行為に対して宇佐美が激怒、ホセカンテに詰め寄ったところで激しい衝突が生まれました。主審はこの場面でオンフィールドレビューを行い、最終的にホセカンテにレッドカード、宇佐美と黒川にイエローカードを提示しました。まずはこのシーンを取り上げます。さて、まず SNS でいただいているご意見をご紹介します。退場に関わる部分の判断には納得できたのですが、その前でカンテ、安井、小泉と3度ファウルに見えるプレーで笛を吹かれなかったのはなぜでしょうか。あれがなければ一連の混乱はなかったと思うのですが、という意見が来ております。で、このシーンは、VR が介入して主審がオンフィールドレビューを行って、最終的に3枚のカードが出た、レッド1枚、イエロー2枚というシーンなんですけれども、まず、ホセカンテ選手のレッドも含めて3枚のカードの判定について、皆さんに意見を聞きたいんですが、牧野さんどうでしょう。ホセカンテがレッドになったシーンだけ切り抜けば、宇佐美隆の誘いに乗ってしまったっていうのは見て取れますよね。僕もそうだろうなと思います。致し方ないというか、ね、致し方ないですね。でホセカンテはやっぱりこうレッドカード出ましたけども、非常にクールなやつですし、ナイスガイなやつなんで、ちょっと珍しいシーンかなっていうふうには個人的には思いましたけど、安田さんどうです。やっぱりこういうところはレフリーによっては流して、選手たちにはもっと強く戦ってほしいっていう気持ちも分かるし、俺もそういう派なんで、そこはいいんですけど、ここで倒れへんのにあんなちょっとの小競り合いで倒れるんかいと思いますけどね。なんか誘いに行ってなんかせこいというか、倒れたもん勝ちだと、倒れたもん勝ちっていう、これに対してどう。これいや、これは別に流していいかなと俺は思うけどね。ディフェンスとして、なんかこうホセカンテの後ろから行って体当てるっていうのは、フォワードの選手のテクニックだと思うし、分かんないけど、ここでファールが笛吹いていれば後のそういうのはなかったってことですよね。この福岡選手の左腕がホセカンテ選手の右肩にかかって、見え方によっては引きずり倒しているようにも見えますけど、福岡選手のファールでも、でもこれぐらいは全然流していかないと。いや、そうですね。これ取ると J リーグの質上がらないです、なんかこう、ディフェンスもちょっとかわいそうで激しくいけなくなるというかね。で、2つ目のコンタクトはどうでしょう。これはもう僕はもう全然ないと思います。全然大丈夫ですね。全然ないですね、むしろこれはもうデュエルの醍醐味ですね。で、この後の小泉と黒川もめちゃくちゃいいバトルです。むしろ黒川いい対応ですね。で、小泉はもうちょっとやっぱ鍛えなきゃいけないですよね。じゃあそう考えるとお二人はこの3つのコンタクトも流しても特に問題ないんじゃないかって僕は思いますね。家元さん、カードについてはまずどうですか。どこまで正しさ、僕はよく言いますけど、宇佐美選手は遠いところからわざわざ自分から、圧っていうんですかね、そこに行ってるわけじゃないですか。なので、対立を引き越したところで反スポっていうのは妥当と思いますし、ここのシーンですね、小泉選手ですかね、ちょっと当たったのがで小泉選手が倒れ、これかなで倒れるんですね。どこまでどの程度のっていうのはちょっとグレーなところもあるんですけど、出されたものがその競技規則上大きく間違ってるっていうのはまずないっていう話。ただちょっと一個気になったのは、そもそもフットボールじゃないような行為があったものに関してはイエローカードを
なはずなんですけど、うんうん、そこは出てないんですよね。そうなんです。僕もそこ気になった。だから、まあ、頭は当てに行くところは、まあ、乱暴な行為で、うん、まあ、イエローカードよりかはレッドカードと判断と思うんですけど、うん、じゃあそもそものきっかけ作った引きずり倒した、うん、そこになぜ漏れてしまったのかっていうところは、まあ、大きな混乱があったからとは思うものの、うん、まあ、消えてしまったカードというか、うんうん、そこはちょっとチームとして6人いるわけですから、うんうん、そこでうまく共有なぜできなかったのかなっていうのは少しこう、はい、不思議に思うところですかね。荒、うん、木さんも出そうと思ってたと思うのよすぐ、はい、でも対立が生まれてしまったので、そこでこう あえて入っていたカードをやるよりかは、うん、もう全部ひっくるめてみようっていう、なんかそこはレフェリーとしては間違ってないとは思うんですけど、うん、結果的にそういういろんなことがあったために消えてしまったっていうところは、なんかこう対策打てなかったんだなっていう気はしますけどね。家元さんはこうなる前のあの3つのコンタクトはどう感じますか？残り2つに関しては僕もフットボールコンタクト OK だと思ってます。カンタ選手とのこのコンタクトは誰が接触を起こしたのかっていうと、カンタ選手からぶつかりに行ってるんですよね、胸のところに。でじゃあそれはファールなのかっていうと、まあ許容できるかなと。でそのぶつかったことによっておってなったタイミングで腕がかかってしまった。でそれが引き倒したっていう見方もありますけど、でもそのまま自分がぶつかりに行って、うん、そのまま神田先生を押していってるから、うん、そう見た時にはイーブンとしてもう許容するっていう考え方は十分できる。で荒木さんもこれ見てるはずなので、はい、だから僕は許容されるものなのかな。だから3つとも許容された荒木さんの判断で、僕自身もここは許容してよかったのかな、はい、その後の結果とはまた僕別の話だと思ってるので、うん、はい。これちなみに VR が介入して試合が10分以上中断してしまったっていう、なかなかない光景だったと思うんですが、経験値からするとやっぱちょっと長いかなっていう気は僕はしましたかね。もうちょっと短くできたということですか？はい、映像見ている限りは、まず、宇佐美選手のところ、これはもう中継映像もすぐ出てきたので、それはすぐ拾えるはずですよね。まあ、もちろん AVR は中継映像を見ながらなので、割と早いタイミングで中継映像は頭をぶつけに行った行為は確認できているので、あ、ここはもう拾えるよなと。で、あ、次は小泉選手のところ倒れるので、そこチェックに行きます。でベンチトラブル、まあ、ベンチガンバの方は特になかったんですけど、まあまあ賑わがあったじゃないですか、うん、はい、であれは宇佐美選手と、浦和ベンチとの、うん、あそこはまあ確認はしてたと思うんですよ。なんかいくつか3つ4つ5つぐらいあったのかな、うん、なので、うん、まあ印象としても5分近くはかかるっていうのは分かるんですが、うん、まあ、10分近くっていうのはちょっともうちょっとやり終わったんじゃないのかなって気はしますけど、うん、牧野さん、僕このシーンを最初に見た時に、はい、特に印象に残ったのは岩尾選手がやっぱり、はい、すぐに駆けつけて冷静になろうっていう声かけをしてる、うん、これが本当にもうなんか素晴らしいなって思ったんですよね、うん、そうですね、まあ、ベテランというか経験ある選手がこうやって仲裁に入るというのは非常にいいと思いますし、うん、岩尾選手は素晴らしかったですけども、東口選手珍しく遅かったんですよねこういう時って一番最初に駆け寄る選手なんで、はい、見てください、東口まだ行かないですよ、まだ行かない今行くんですよね。まあ、裏返すは大人になった、落ち着いたなっていうのもあるし、うん、もうこういう時ね結構一目散に行くのが東口なんだけどな、うん、はい、それ止めに行くとか相手にプレッシャーかける、はい、レフリーとコミュニケーションを取るっていうやり方をやるんですけど、うんうん、まあ、こういういざこざはもちろん良くないですけど、でもさ、周りのリアクションとしては結構良いところも実はあったんですよね。あ、僕もそう思ってまして、はい、まず両、まあ、ベンチというかチームスタッフの、はい、うん、特にパイトス監督と、スコルジャ監督がすごく冷静だったんですよね、うん、まあ、周りのスタッフとか、サブの選手たちは興奮してるんですけど、そこも落ち着けとか下がりなさいっていうすごくこうリーダーシップを発揮してるシーンがありました。で酒井宏樹選手もすごくキャプテンシーを発揮して選手、まあ、両チームの選手を収める、いや、いろんなことがあったんですけど、ある意味こう学び大きい、うん、良いシーンでもたくさんあったなっていうのを思いましたかね。酒井宏樹が自分のベンチがちょっと慌ただしい感じの時に冷静になれって言いに行ったシーンがすごく印象的だったんですけど、キャプテンが自分のチームのスタッフをなだめるっていうね、うん、うん、例えばこう安田さん、監督が一目散に声を荒らげたり、こうすごく文句を大きな声で言ったりするのが目につくと、選手とかスタッフにもそれは伝わってしまうんじゃないかと僕は思ったりするんですけど、やっぱり監督はこういう冷静になろうという振る舞いを先頭に立ってやってくれると、チーム全体がそうなっていくものですかね、やっぱり。それはあると思いますよ、うん、
心は熱く頭は冷静にみたいなね、うん、それがやっぱ絶対出さなあかんところやと思うし、なんかどうしてもスタッフは監督が熱くなったら自分が先行って監督守ろうっていう、そうですね、うん、気持ちになるんで、やっぱり監督が冷静でいるっていうのは大事ですし、はい、まあ、こういう経験ある選手がしっかり止めるっていうのは大事だと思いますね、うん、だからまあこのシーンはもちろんこういう衝突が起きてしまった、それが結構大きくなってしまったのは家元さん残念でしたけど、うん、ただ両指揮官の振る舞いとかそういうところは本当に素晴らしかったっていうことは言えますね、うん、僕はそう思い持って見てたシーンですね、はい、わかりました。では次のシーンに行きましょう。明治安田生命 J1 リーグ第28節、京都サンガ FC 対サンフレッチェ広島、45分のシーンです。広島がカウンターからチャンスを迎える場面です。塩谷のパスに走り込んだ中野、ドリブルでペナルティーエリアに侵入しようとしますが、アピアタウィアと接触して転倒。しかし主審の笛は鳴らず、広島側はこれに猛抗議します。リプレイで見るとアピアタビアは中野の背中を後ろから肩で押すように接触していましたが、結局 VAR の介入もなくノーファウルのままとなりました。続いてはこのシーンについて議論します。これはまあファウルかノーファウルかの議論なんですけど、まず家元さん、このシーンに VAR が介入できるのかどうかというのを改めてちょっと解説してもらえますか。まあ、得点、PK、退場、人間違いっていう可能性ですよね。でこの状況を見たときに、2つですよね、はい、ペナルティーエリアの中なのか外なのか、反則の起きた地点がと、どうそうなのかそうじゃないのかっていう、うん、踏まえたレッドカードかどうかっていう、はい、で映像を見る限りは、背中のコンタクトがあった後の足はないように見えるので、ペナの外、コンタクトポイント、ファールのポイントがっていうところですよね。で次ドグソがどうかっていうところは中に京都の選手がいるので、うん、まあ、明らかなドグソとは言えない状況なので、はい、VAR はあーと思っててもここは介入できないっていうのがまあ前提になってる話ですかね、はい、さてではこれが、まあ、ファールかノーファールかっていうところですけど、槙野さんいかがですか。いやもう 1000% ファールですね。そんな誰がどう見てもファールでしょ。てかなぜこれをファールじゃないって言ってるのかよくわかんないですけど、絶対もうファールでイエローで決定ですよ、はい、てかもうこの後のアピアのもう表情シーンで、ああもうこれやったなってわかるですもん。この後のクリア見てください。もうなんかもうほらこう下向いて、はい、ああこれやったなっていうのわかるですもん、はい、これは安田さん肩っていうふうに肩同士っていう風に取ったんですかね。でも明らかにもう後ろに遅れていってますし、はい、このコンタクトされて倒れない選手いないですよ、うん、はい、それは怒りますよ。いや何なんだろうな、不思議だな。逆にこの後福島さんがレフリーが選手たちにどういう風に伝えてるのか逆に気になるんですよね。ですしこれね、あのね、副審の人も目の前で見てるんですよ、はい、うん、そこのコミュニケーションはなかったのかっていうのも気になりますし、確かにね、そうですね。例えばすごくスピード感のあるロングカウンターだと、うん、主審はどうしても距離を近づけられないとかっていうのあるじゃないですか、うん、はい、ただ安田さんおっしゃったようにこれ、まあ、副審の目の前でもあるっていうことは、ね、まあ言えるのかもしれませんが、これあの気になったんですけど、今トラッキングデータって選手が走行距離とか出てるじゃないですか、はい、レフリーって大体1試合、選手は大体10から12ぐらいって言われてますよね。レフリーって今1試合でどんぐらい走ってるんですか。まあ、レフリーにもよるんですけど、はい、僕が持ってる情報で言うと、まあ、12キロ前後、11キロから12キロ、12キロ、その10から12レフリーが走るっていう感じを考えたら、これを見る位置で言うと家元さん的にはやっぱこう見えてないっていう感じですか。引きの映像ってありますかね、はい、もう間に合ってないですよね。その前に、俯瞰位置でコンタクトがあって、それアドバンテージ流すんですよね、うん、はい、僕この判断は素晴らしく良かった。だから広島に大きなチャンスがそもそも生まれて、だからここは、はい、あの福島さん素晴らしいなっていうのがまず一つあります、はい、でこの展開からまあショートカウンターというんですかね、うん、見えるのでどうしてもレフリーは、離されてしまう、はい、イメージとすると多分20から30メートルのところしか行けない、うん、はい、で深い右にも行けない、左も入れないっていうところなので、うん、だそういうのをうまくインカムとか使いながら副審にサポートをもらうとか、はいはい、でこの状況はオフサイドがない状況なので、うん、ファールがあるのかないのかっていうところを見なければならないって話なんですよ ね、 そうそうね、うんうん、逆にそこをクローズアップしやすいってことですか。そうですね、うん、しなければならない、この場合でいうと、うん、副審の位置関係からも、
横ではなく後ろからチャレンジに行ったっていうのは分かりやすいと思うんです、アングル的に。だからそこが副審がファールと認識して主張しなかったっていうところは残念、でフリーキックになった場合何なのかっていうと、僕もこれはスパだと思うので、まあ、イエローカードっていうシーンなのかなって、はい。まあ、ドリブラーとしては絶対相手に越されないために前に入るんで、そうだよね、だからまあ別に自分から当たりに行ってるっていうよりかは前に入って相手に前に来させへんコース取りと後ろから当たられたらファールもらえるっていう選択をしたと思うんで、まあここの部分はまあ絶対誰が見てもファールだと思います、これ逆にアピアの心理からすると裏行かれた、でも人数はいるので、これって別にやらなくていいんですよね、だからなんでこれやったんだろうと思って、ディフェンスとしてはなんかカバーもいるポジションいるのに、これもう本当に余計な、ねね、チャージですよね、ペナルティエリアに入る手前でやっておこうっていう感じだったんですね、まあ多分その感覚はあったと思いますよ、でもこれ俺が真ん中の2枚のセンターバックなら怒ってますよ、そりゃそうだよね、いらんことすんなってなる、いらんことすんなってなりますよ、守れるわってなります、確かに、なるほどね、確かに、まあなんか僕 J リーグでずっとプレーしてて思ったのは、主審の方はすごい話してくれるんですよ選手と、で僕サイドバックなんで、結構副審近いじゃないですか、副審の人って全然話してくれないんですよ、結構無視されるんですよ、答えてくれるのってあと何分とか言うのって答えてくれるぐらいなんですよ副審の方はなんかこう自分が前に出ないようにしてんじゃないの、なんかこう責任強く、あくまでもそのサポートアシストっていう立場だから、何かを言ったことによって自分の責任がレフェリーに対してっていう心理を働く可能性があるかな、だからやっぱり自重する、軽々しく発言をしないっていうのを自重している方は多いと思いますけどね、やっぱさ、あの出身の方、家元さんがもうやっぱりやられた時みたいに、ミチーとかマキーとか、そうやってうまく選手の名前をこうやって呼んでくれると、選手とレフリーが一緒に試合を作ってるっていうなるじゃないですか、今多分、まあ、僕引退して半年になりますけど、選手たちから名前を呼ばれたことがあまりないって言うんですよ、だから選手に対してレフリーも名前呼んであげて一緒に作ってあげるっていう環境作りをやっぱ持ってやらなきゃいけないですよね、家元さん試合中にナイスプレーとか言ってくれるんですよ、そうなかなか最初は慣れ慣れしいやつやなと思いましたけど面白い面白い、まあでもなんか嬉しいし、まあそうやってコミュニケーション取れるっていうのはありますよね、いやいやそう、だってナイスプレーいっぱいあったよ、まあねでもそうやってやっぱ作っていってほしいよね、うまくコミュニケーション取ってね、そうですね、まあこれは家元さんどちらかというとやっぱり副審の方がこうアドバイスというか、主審にしてほしかったな、するともうちょっとスムーズにいったかもしれません、僕の印象はそう、レフリーっていうよりか副審がもう少し出てほしかったなっていう印象が強いですかね、しかもこの後失点してるしな広島も、わかりました、では次のシーンいきましょう、明治安田生命 J1 リーグ第28節、名古屋グランパス対北海道コンサドーレ札幌、70分のシーンです、札幌の攻撃シーンです、右サイドのタッチライン際でパスを受けた小林、プレッシャーに来た森島と接触するとここでホイッスル、小林がファウルを取られイエローカードも提示されます、リプレイで見ると小林の右腕が森島の顔のあたりに入っていましたが、この判定に小林は不満をあらわにしていました、続いてはこのシーンについて議論します。さて、このイエローカードが出たシーンに関して、これ自体は妥当なようにも見えるんですけども、実はその前にこんなシーンもありましたので、ちょっとそちらをまず見ていただきたいと思います。この試合の30分に起きたシーンなんですが、小林選手に対して稲垣選手がボールを奪いに行った際、稲垣選手の左腕が小林選手の顔のあたりに入っていました。このプレーに対しては笛が鳴らず、ノーファールとなったために、森島選手へのファウルを取られた際に小林選手は不満をあらわにしたという流れがあったんじゃないかと思うんですけれども、この2つそれぞれ牧野さんどうですか。まあ、選手が自分の肌感で、あ、今日のレフリーはこういうところはファール取るだろうなとか、カード出すだろうなっていう基準はやっぱり選手は感じながらプレーしているので、まあ、小林選手はこれ69分ですよね、で前半にあったシーンで自分が受けたシーンで、あ、これはファール取られないんだっていう認識の中で起きたの で、いや、これは取るのっていう印象ですよね、選手からすると。それに対しての異議のカードだと思いますけども、まあ選手はレフリーとうまくすり合わせながらプレーしているので、まあ、その印象の中でやったプレーだと思います、はい、自分はさっき取ってもらえなかったのにっていうことに不満が出たんですね。安田さんどうです。
まあこの2回目のイエローをもらったシーンで言うと、少し相手が来るのを分かってわざと腕上げてるかなっていう風に見えますね、うんうん、はい、ちょっとなんか印象が悪く見えるというか、うん、もうさっきのシーンは稲垣選手完全にボール奪って先に体入ってるので、はい、うん、だからこっちの方がちょっと印象悪く見えるっていうのはありますね、うんうん、一つ目の方は安田さんはファウルは取るべきだと思いますか？いや、取らなくていいと思います、うん、はい、なんかこれはどっちかというと自分がボール奪われたからちょっと肘入ってファウルもらいに行こうみたいなのが見えますね、うんうん、なるほど。家元さん、うん、はい、2つのシーン今安田さんがいいポイント言ったなと思って、少しあの反則の質が違うのかなと、うん、で稲垣選手の方は結果的に体を入れてさあ行こうかっていう時に、まあ、肘が小林選手の顎の当たってしまったので、まあ、フリーキックの方が良かったのかなって、レフの目の前で見てますからね、はい、でじゃあなぜレフの目の前で分かんなかったかというと、ボールのコンタクトでいってるんで、どうしても多分足の下の方にアングルをフォーカスしてて、多分上のコンタクトが消えてる可能性が高いのかなって思いました、うんうん、で、不満を持つのは十分分かりますと。で、まあ、30分じゃないですか、この後半ハーフが入って、うん、その方、うん、だいぶこの直後とかっていうんだったらまだあれなんですけど、うんうん、だいぶ時間的にこう経った後にこのシーンがあるので、安田さんがおっしゃったみたいに意図を持って相手の方向に肘を向けてる。で僕これでイエローかだと思ったんですよ、うん、で、うん、理由を見ると意義でイエローってなってるから、ちょっとこう違和感というか、うん、意義で出さなくてもいいんじゃないのかなっていう、もう不満も分かるからちょっとこう受けて、うん、ちょっとなんていうかな、冷静になってもらう、うん、それでも良かったのかなって。いや、ただこれその後のコミュニケーションで映ってないですけど、多分こいつ相当口悪いんでめちゃくちゃ言ってると思いますよまあただ僕はもう小林祐希のことめちゃくちゃよく知ってるんで、うん、カバーするとめちゃくちゃいいやつなんですよ、うん、ただこう試合になったらちょっとやっぱりこう気持ちが熱くなって言っちゃうやつなんで、うん、後ろ向いてるけど多分口はめちゃくちゃ悪いこと言ってます、これもお前なんちゃらかんちゃらって言ってるんで熱くなってるね、うん、まあそれぐらいね、気持ち前面に出す選手ですからね。で、家元さんからすると最初のコンタクトはファウルだけどノーカード、ノーカード、はい、で2つ目の接触はファウルでイエローカードで、その後の意義に対してはどうマネジメントするかっていう、うん、それマネジメントの意義を小林選手は超えるんであれば、もしかするとその場でセガンと交渉でっていう可能性はある、うん、はい、っていうシーンですかね。カードをレフリーが小林祐希から異議で言われた後にカード出すシーンって映像出ます？これ異議言われてる時にカード出しながらどっか行くんですよ、出しながらこれなんとかなんないですかね。確かに向き合ってほしい。そう、ちゃんと向き合わないと。ちょっともうトータルでレフリーの方が、僕ずっと言ってるんですけど、コミュニケーション取ろう、ゲームをしっかり作ろうねで、うん、こんな形でカード出されたらそれは選手怒りますよ確かにこのファールだったり意義は良くないかもしれないけども、このカードの出し方でこの後にうまくゲームを持っていくためにはやっぱりうまく作っていかないと、うん、確かに、ね、これどうなんですかね、主審は森島選手の状態を伺いにそのまま行ったんですかね、うん、まあそうだと思います。だからここもちょっと微妙だなと思ってて、肘が実は見えてなくて足の方に行くじゃないですか。で小林選手も足だって主張してるんですよ、足を踏まれてるっていうの多分口の動きからするので、うんうん、レフリーはもしかすると肘が見えてなくて足の方にフォーカスしてしまった、うん、なので両方ともしかすると上半身っていうかその腕の動きは見えない状況の中で、一つは取れなかった、うん、こっちは足の方を取った可能性がある。でそのことに対して異議でイエローを出した可能性があるのかな、うん、ただし映像を見る限りは確かに足もコンタクトあるんですけど、僕はやっぱり意図からすると右肘の方を、うん、非常に危険性を感じるので、うん、っていうところと、まあ、牧野さんがおっしゃった、はい、その選手との向き合い方と、うん、まあ、プラス興奮した選手をこう諭すのか収めるのかっていうところは、うん、レフリーと選手かもしれないけど、その前やっぱり人と人としてもうちょっとやり終わったのかなっていう気はしますかね、うん、なるほどね。まあでもめちゃくちゃ興奮してお前らって言ってる人に向き合うのも簡単ではないとは思うんですけどね、うん、まあでもそれが仕事なので、はいはい、いやそれはそう、それはそう、うん、まあ、あとなんかレフリーってピッチ上にはまあ3人と第4審しかいないじゃないですか、うん、でも22人とベンチもいるじゃないですか、はい、それ全員抑えろっていうのはちょっと難しいけど、ね、難しいですよね。でも仕事？仕事じゃないですか
だからその辺をやっぱり普段コミュニケーションうまく取ってないとできへんのかなっていうふうに思いますね。まあいろんな気持ちがピッチの上ではどうしても交錯するんですけれども、できるだけ、まあ、過剰な意義などがないようになるとはいいと思いますけどね。まあ、寝たくないですよね、はい、これだけ言います、はい、あの僕が勇気に言っときます、落ち着けって、はい、分かりました。ではお願いいたします。では今回は最後にもう一つ気になるシーンを紹介したいと思います。こちらは愛媛対鹿児島、J3 のゲーム68分のシーンなんですが、ファウルの笛が吹かれた後に鹿児島の藤本選手がボールを大きく蹴ってしまい、主審は一度カードを出そうとしたように見えるのですが、結局出すのをやめたというシーンがありました。で藤本選手は実はこの試合すでにイエローカードを1枚受けていて、ここでもし2枚目が出ていたら退場になっていたわけなんですけれども、結局主審は2枚目を出さなかったというそんなシーンです。これは家元さん、映像を見ると主審はやっぱりカードを1回出そうとしてますよね。映像を見る限りポケットから出てますよね。あ、出てる、出てますね。黄色が見えますね。愛媛サイドのベンチからはすごく抗議があって、うん、いや今出そうとしたじゃんっていう、はい、おそらくそういう強い言葉が入りましたね、はい、そういう抗議が、まあ、当然のように起きていたんですけれども、うんうんうん、まあただ主審の気持ちも分かりますし、僕はすごく分かります、はい、分かりますが、うん、やっちゃったなっていう、うん、抜いちゃったんで、うん、やっちゃったなんか、ちょっとレフリーの人間の部分が出ましたよね。そうなんですよ。この一連の流れについては、うん、マキノさんはどう感じます？いや、ちょっとこれまず引きの絵が欲しいですよね、うん、キーパーのがどこの位置にいたのか。そうだ、ね、藤本は僕はもう一緒にプレーしてたので、うん、やっぱシュートの意識とかゴールへの意識がかなり強い選手なので、うん、どこからでもやっぱシュート狙える選手なんですよ、うん、どのタイミングで笛を吹いてるのか、もうキックモーション入って止められないだったら分かると思うんですけど、これってどこで吹いてます？いや、これは止められる、止めれると思います。これは俺はもう人間の部分出すんじゃなくて、イエローを出してレッドカードでよかったと思いますよ。これでも多分笛が鳴った時はキックモーションには入ってないんですよね。入ってないですね。映像を見たらそうですね、はい、まあ止められるか、うん、これは寸止めできる、うん、ただどうですか、例えばこのまあこれは2枚目ですけど、よくある笛が鳴った後にちょっとボールを選手を蹴ってしまって、はい、カードが出る光景ってあるじゃないですか、はいはい、でこれはこの番組でも以前僕は話したことあると思うんですけど、うん、ヨーロッパではまず出ない、出ない、ただ J リーグではかなりそれはイエローが出る、うん、そこにすごく文化の違いを僕は感じるんですけど、うんうん、お二人のこれはもう好みでいいと思うんですけど、はい、出すべきか出さないべきかっていうのはどう思います？明らかに遅らしてるとか、明らかになんかこうやってるってなったらあれですけど、うん、まあもうほんとチョンとか 2,3 メートルチョンでカード出すのは別にいらないかな、うんうん、いらないですね、うん、僕もそれで19歳の頃、はい、あの笛が鳴って、うん、で相手が鹿島で、で本山さんにボール貸してって言われたんですよ、はい、ボールこっち起こすよみたいに言われたから、うん、ボールチョンって蹴ったんですよ、はい、蹴った瞬間知らんふりされてボール転がっていってで俺イエローをもらって、はい、でその後にウッチー倒してイエローをもらって、前半19分で2枚イエローで退場するんですよ、はい、すごい、なんかやらしてやられたなっていう。元山さん上手いな、頭いいですよね、はい、うん、それ言ったらやる選手出てくるんじゃないの？どうですか、家元さんは。そもそもこれはまあポケットがちょっと出してしまったことで問題になったと思いますけど、うん、これで2枚目をそもそも出した方がいいかっていうところは、家元さんの感覚としてはどう感じます？僕もどちらかというと、日本 J リーグはそういう遅延とかには世界の中でも群を抜いて厳しいリーグだと思ってます、うん、でもそこを基準に考えたときに十分これは出すに値するものって多分多くのレフェリーは感じるでしょうね、うんうん、そこを考えたときにはあの辛い苦しい気持ちがあっても示しておいて何ら問題はないとは思う一方、僕個人の考え方からするとピピって落ち着こうでよかったのかなって。これがもし1枚もらってなくてもですよ、これもらってるから出さないんじゃなくて、もらってなかったとしてもまあ落ち着こうってで十分時間取るからってプッて終わったのかなっていう。確かに、うん、こういうことも含めて審判は大変だっていうことですよ。これめっちゃ多分ね、はい、悩んだと思います。本当です。出そうとしたんだろうな、はい、大変なんです。これでもここポッ
ケまでこう体の前まで出してしまうことってあるんですか？あんまない。それはない。だってもうこれはもう突っ込まれるよ。これ多分すげえ、うん、あの汗したところもなんか言われてる可能。なんで出したってなんか。ズボンのポケットから胸のポケットにただ移動すればよかったかもしれないですね。いやそれかもうなんか。チャックつけときゃいいんじゃないですか。チャック開ける時間に考えれるみたいな。はい、いろいろ考えていきましょう。このコンテンツでは毎回視聴者の皆さんから取り上げてほしいシーンやテーマ、さらにナイスジャッジに関する事象を X で募集しております。ハッシュタグジャッジリプレイで取り上げてとつけまして投稿してください。サッカーに関わる皆様へのリスペクトは毎回ぜひお忘れなくお願いいたします。今シーズンも J リーグジャッジリプレイ毎週火曜日の朝配信予定です。次回は今野康之さんと林良平さんをお迎えしてお届けします。ぜひお楽しみください。というわけで今回牧野さん安田さん来ていただきましたが、期待通り賑やかでした。いかがでしたか？いや楽しかったですよ、うん、はあ、審判大変ですよね。審判は大変だよ。日どうレグリーやったら、いや絶対嫌や。でも結構俺は冷静にできる自信あるけどね。本当、うん、うまくコミュニケーション取れるし、取れる自信ある、うん、選手と作っていくし。でも絶対したくない。なんで？だって文句言われるやん。だってもう選手の時より文句言われんで。まあ絶対に全員をハッピーにさせることなんか無理だもん。無理です、はい、うん、両サポーターいるしね、はい、うん、だからそれを承知の上でやってくれてるっていうことはやっぱりリスペクト持たなきゃいけないと思う。いや、もちろんです。それはもちろんです、はい、なんか日本のレフリーで、あ、このレフリー面白いなとかそういうのなんか出てこないかな。いや、本当に僕もそう思うんですよ、いつも、うん、なんかいつも選手とうまく作ってんな、イエローカードの出し方もちょっと特殊だなとか、うん、いるじゃないですか、なんか海外なんか。あ、いるいるいる。あとなんかやっぱチャンピオンズリーグとか見てると、うん、あ、このレフリーいいなっていう印象ちょっと聞いたりしますよね。はい、しますします、うん、します。結構ヨーロッパはキャラがはっきりしてる方が割といたりするんですけど、うん、メディアもそういう風に取り上げたりとか結構あるんですよね、うん、このジャッジリプレイでレフリーの現役の方たち呼んでなんか座談会とかやればいいじゃないですか。それははい、またもっと上のところに行っていただけると。あと多分レフリー出たくないと思う。出たくないから、うん、自分のさ、うん、悪いシーンばっかさ、ミス、怪しいシーンばっか取り上げられるわけやん、うん、だからもうこれからエンディングにめちゃくちゃ良かったシーンも出していこう、はい、あ、必ず出すといいんですよね、うんうん、まあ、あとその座談会だったら別にこうジャッジがどうこうじゃなくて、うん、どういう方なのかっていうのを知っていただくみたいなのがある。 そう、うん、それめっちゃいいと思います。そうですよね、うん、その人ってこういう経緯でやったんだよとか苦労して取ってきたんだよってなると、うん、やっぱ見方もね変わるし、ね、好きな食べ物とかな、うん、めっちゃおもろい、好きな芸能人とかちょっと見たよな、めっちゃおもろいよね、はい、ですよ。差し入れあるかもしんないじゃないですか、うん、昔あの村上さんがバイクがお好きだって話をしてきた時に僕はなんかすごくそういう親近感も湧きましたし、いいっすよね、そういうのね、いいっすよね、確かに。山本さん、ちょっとブッキングお願いします。おぎゃ委員長。あ、おぎゃさんお願いします。よろしくお願いします。いや、それぐらいなんかこう、なんかその人の人間味あふれるところみたいですよね。おぎゃさんが一番トップなんですか、うん、じゃあおぎゃさんにまず出てもらいましょう。で、この番組に対してどう思ってるのかっていうのも俺聞いてみたいですね。はい、うん、それちょっと、その時ゲストで全然インタビューも、はい、します、うん、おぎゃさん見てるんですよ。それは見てらっしゃるんじゃないですかね、うん、そうですか、はい、まあでも本当に審判の方々の仕事がどれだけ大変かということは本当に多くの方に知っていただきたいですし、もちろんね、うまくいかないこともたくさんあるんですけれども、それも踏まえてやっぱりサッカーだっていうところもね、知っていただいた方がいいかなと思いますので、そのあたりもお二人にはまた出演していただいてアピールしていただきたいと思いますので、今回もどうもありがとうございました。ありがとうございました。